翔がグラウンドに投入されました。さあリザーブの3年生もフルに使っています青森山田です。なんとか残り時間少ないんですけども、青森北も一矢報いてほしいですね。そうですね、青森北のキャプテン佐渡選手に話を聞いたところ、やはりこの中継という点で自分自身もその中学時代に見ていたということなんですね。その中でこの強敵に挑む青森北のこのプライドといいますか、背中というのをしっかり見てもらいたいと、県内の中学生にもラグビーやってみたいと思ってもらえるようなそんなプレーを見せたいんですと話がありました。さあ手元の時計では後半30分を回っています。青森北は最後の攻撃ですね、非常に厳しい戦いが強いられています。青森北の選手にエールを送るこのバックスタンド側の青北側の応援スタンドです。応援席からも盛んに声援が送られています。4年ぶりの全校生徒がこのスタジアムに会場に応援に駆けつけてくれています。このラインアウト、ちょっとボールは乱れたか。さあターンオーバー青森山田、アントニオが自ら持っていくか。そして左藤原からちょっとボールがこぼれたか。ここでノックオンです。スローフォワードでしょうか。青森山田に反則がありまして、ここで試合終了のホイッスル、ノーサイドです。青森山田が42対5で勝利を収めました。これで県内の公式戦は57連勝、そして県内の公式戦2敗記録更新しています。青森山田が5年連続5回目の花園切符を